はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢とアメリカ大統領選挙の情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。日本時間7月18日午後7時の報告。ウクライナ保安庁 SBU の指揮下にあるウクライナの水上及び空中ドローンはクリミア半島西岸ドヌズラフ湖にあるロシア沿岸警備隊基地への攻撃を成功させた。夜間の攻撃中に指揮所、弾薬庫、機器保管庫、変電所、技術施設、ロシア軍の射撃陣地などの主要施設が大きな被害を受け、機能しなくなった。このように報道されております。報道の中に出てきますクリミア半島西岸ドヌズラフ湖というのは、名称こそ湖でありますけれども、地図で見てまいりますと事実上湾のようになっているところであります。ですのでウクライナの水上ドローンも入り込んで行けたと考えられると思います。そしてウクライナ側のドローン、水上ドローンなどの攻撃でロシア沿岸警備隊の基地の指揮所、弾薬庫、基地保管庫、変電所、技術施設、射撃陣地など主要施設が大きな損も受けたと見られますので、事実上このロシア沿岸警備隊の基地は壊滅状態になったと考えられると思います。さらに同日7月18日ロシア連邦の中央部に位置する大都市エカテリンブルクでは次のような報告がされております。日本時間7月18日午後7時の報告。ロシアのエカテリンブルクにある軍事工場ウラルトランスマッシュで大規模な火災が発生した。この工場は自走砲を生産している唯一の工場であると報じられている。工場から大きな煙が上がる様子を撮影した動画が SNS に投稿され確認されております。ウラルトランスマッシュはロシアの軍事産業複合体の企業の一つで、軍事装備と工作機械の製造を専門としています。ロシアで自走榴弾砲を製造している唯一の企業です。このように報告されております。今回のこの火事の原因はまだ分かっていません。しかしエカテリンブルク近郊では7月5日主にウクライナ南部クリミア半島などで活動してきた新ウクライナパルチザン運動アテシュがですね、エカテリンブルク近郊のシベリア横断鉄道で北朝鮮の弾薬を輸送する線路支線を爆破し作戦を成功させたというニュースが報道されておりました。ですので今回の件もこうした新ウクライナのパルチザンの可能性も考えられるかもしれません。いずれにしましても今回ロシアで自走砲を製造している唯一の企業が大規模な火災にあったことは、深刻な方針不足に直面するロシア軍にとって大きな打撃になる可能性があります。ロシア軍が直面している方針不足の問題については次のように報道されております。ロシアは方針不足に直面。エコノミスト紙の最近の報道によると、ロシアは軍事力にとって重要な部品である方針の生産で深刻な問題に直面している。北朝鮮の支援もあり、かなりの量の弾薬を備蓄しているにもかかわらず、方針の消耗はウクライナで進行中の戦争で高水準での発射能力を維持する上で大きなボトルネックとなっている。ロシア軍の砲兵部隊は前例のない速度で弾薬を消費している。この高い使用量により方針は急速に劣化している。交換用方針の需要が高いことでロシア国内の生産能力の限界が露呈した。ワシントンに拠点を置く欧州政策分析センターのロシア軍事力専門家パベル・ルージン氏は、方針の生産に必要なオーストリア製の高度な回転鍛造機を保有している工場はロシアでわずか2つしかないと推定している。これらの機械は2017年に最後に輸入されたもので、年間約100バレルを生産できる。この生産量はロシア軍の作戦即応性を維持するために必要な数千バレルに比べると明らかに不十分だ。歴史的にロシアは方針生産を輸入技術に頼ってきた。不足に対応するためロシアは古い牽引式砲兵システムから方針を取り出し、自走榴弾砲に改造するという手段に頼ってきた。オープンソースアナリストのリチャード・ベレカー氏は、今年初めまでに約4800バレルが交換されたと推定している。この慣行が持続可能かどうかは、まだ使用可能な可能性のある約7000バレルの残存状態にかかっている。生産上の課題をさらに複雑にしているのは、ウクライナの特殊部隊がロシアの生産・修理施設を標的にすることに成功したことだ。最近、ムスタイス自走榴弾砲を含む軍事装備品の製造会社ウラルトランスマッシュのエカテリンブルクの施設で火災が発生したとの報道が浮上した。このような事故は、ロシアの重要な砲兵部品の保守・交換能力にさらなる負担をかけることになる。このように報道されております。
このロシア軍の方針不足は非常に深刻であると考えられます。報道にありますように、仮にですね、ロシア軍の方針在庫を7000と仮定し、さらにこの7000の方針在庫が全部使えると仮定します。そしてロシア軍の年間方針生産能力を200と仮定します。これは報道の中にありますように、年間約100バレル方針ですねを生産できる工場が2つあると報道されていることから200と仮定します。他方で砲弾3000発から5000発を発射すると方針は交換されます。そしてロシア軍はウクライナの前線で毎日1日に約3万発から約5万発の砲弾を発射しているので、1日に10門から16門の方針を失っていると報告されております。ですのでロシア軍が1日に10門から16門の方針を失っているというのは、使用による劣化によってロシア軍は1日に10門から16門の方針を失っているということでありますので、この数にはウクライナ軍による攻撃の結果破壊されている方針の数は入っておりません。ではここでとりあえずロシア軍が1日に10門の方針を失っていると仮定します。そうしますとロシア軍は1ヶ月に300門の方針を失うことになると考えられます。1年間では3600門の方針を失うことになります。2年間で7200門の方針を失うことになります。他方ロシア軍の方針在庫は7000で、ロシア軍の年間方針生産能力を200であるというふうに考えますと、2年後のロシア軍の方針は7400門です。つまりロシア軍は2年後、在庫と新規生産分を合わせた7400門の方針のうち7200門の方針を失う計算になります。つまり2年後のロシア軍の方針は200門です。ロシア軍は1日に劣化などによりまして10門の方針を失っていると報告されておりますので、残りの200門の方針は20日間でなくなります。つまりロシア軍の方針は2年と10日でなくなることになります。ちなみにロシア軍が1日に16門の方針を失っていると仮定した場合、ロシア軍の方針は約1年4ヶ月くらいでなくなります。しかし先ほど申し上げましたように、この計算にはウクライナ軍によって破壊される方針の数は計算に入っていません。つまりロシア軍の方針はもっと早く枯渇する可能性があります。こうなりますとロシア軍は発射する砲弾の量を減らすか別の手段を見つけなければなりません。こう考えますと時間はロシア軍には味方していないと考えられます。これがですね、ロシアプーチン政権が最近ですね、停戦を求めている最大の背景の要因の一つにあると見られます。ここまでウクライナ軍は頑張ったということになります。ロシアプーチン政権が大義も正義もないウクライナ侵略を始めた時、ウクライナ首都キーウは3日から4日で陥落するとの報道がありました。しかしウクライナ軍は反撃しました。そして今ロシア軍は戦車不足に直面。約77年前の1947年に量産型が完成した T-54 戦車を引っ張り出し前線に運んでいる状況です。そしてロシア軍の方針の在庫が枯渇するのを見えてきました。ここまでウクライナ軍は頑張ったのであります。あと1年アメリカと西側諸国の支援が続けば、ロシア軍はウクライナ侵略に失敗し、プーチン政権はその前にその体制が持たなくなるかもしれません。こうしてですね、あと一歩というところまで来ていると考えられますが、こうした中アメリカでは大統領選挙をめぐり、トランプ前大統領の再選の可能性が高まっており、アメリカのウクライナ支援は打ち切られる可能性が高まっております。そしてアメリカ大統領選挙については次のように報道されております。ペロシ前下院議長、バイデン氏に世論調査伝える、勝てない。ペロシ前下院議長がバイデン大統領に対し、世論調査ではバイデン氏が再選を目指してもトランプ前大統領に勝利することはできず、民主党は下院で過半数を逃す可能性があると電話会議で非公式に伝えたことが分かった。4人の情報筋が明らかにした。6月27日の第1回討論会以来、ペロシ氏とバイデン氏が会話するのは知られている限り今回の電話会議が2回目。ペロシ氏は先週のインタビューで、出馬するかどうかを決めるのは大統領自身だ。時間が限られてきているので、私たちは皆、彼に決断するよう促している、と発言し、波紋を呼んだ。アメリカ民主ペロシ氏、
バイデン氏撤退要請に関与。勝利見込めず、政府筋、アメリカ民主党の重鎮、ペロシ前下院議長は、バイデン大統領が11月の大統領選で勝利できないと考え、選挙戦からの撤退を求める私府下院議員の呼びかけに全面的に関与している模様。ホワイトハウス筋が明らかにした。私府下院議員は17日、トランプ氏再選はアメリカの民主主義の根幹を揺るがすことになる。バイデン大統領が11月にトランプ氏を打ち負かすことができるか、私は深刻な懸念を抱いているとし、バイデン大統領に撤退を要請した。ホワイトハウス筋は、私府議員はペロシ氏の承諾なしに動くことはないだろうと述べた。同筋によると、ペロシ氏は国民の気持ちがバイデン大統領から離れており、それを変えることはできないと確信しており、バイデン氏に対し、選挙戦で勝ち目はないという考えを伝えたという。このように報道されております。アメリカ民主党の指導部は、バイデン氏が出馬なら議会選は苦戦すると伝達した模様です。アメリカ紙ワシントンポストは17日、アメリカ上下両院の民主党トップが先週バイデン大統領と会談した際、このままバイデン氏が大統領選の党候補として選挙に臨めば、同時に実施される上下両院選で苦戦する恐れがあると伝えていたと報じました。CNN の報道によりますと、情報筋によると、バイデン氏が大統領の座を失うだけでなく、共和党が下院を維持し、上院の過半数を獲得する可能性があると報道されております。アメリカ民主党全国委員会の幹部は17日、バイデン大統領を党候補に正式指名する投票を8月前半に実施する考えを示しました。7月中の指名を検討しておりましたが、党内の反対に配慮して遅らせたと見られています。事情に詳しい関係者らによりますと、民主党のシューマー上院院内総務は、ジェフリーズ下院院内総務と協議し、手続き上の投票を遅らせるよう党関係者に求めたと報道されております。そして、ワシントンポストによりますと、17日午後時点で撤退を求める民主の連邦議会議員は計23人いるということであります。アメリカメディアによりますと、17日にはペロシ氏に近い私府下院議員が後継者にバトンを渡す時だとバイデン氏に撤退を促しました。私府氏は民主党内で最も影響力のある議員の一人と報道されております。そして、次のような報道がされております。撤退圧力高まるバイデン氏、受け入れる姿勢に。民主党関係者、バイデン氏は再選出馬の断念を求める民主党内の声の高まりに対応すべきかという政治人生で最大規模の決断を迫られている。匿名を条件に取材に応じた民主党の上級顧問は CNN に対し、連邦議会との水面下の協議が続いていると説明。彼は受け入れる姿勢だ、公の場で見せるほど強気ではないと明かした。この顧問によれば、バイデン氏は以前カマラ・ハリス副大統領では勝てないと言っていたが、今はハリス副大統領で勝てると思うかと質問するようになったという。彼がどのような最終決断を下すのかは依然不明だが、耳を傾けているようだとしている。一連の動きはバイデン陣営が重大局面を迎える中で起きた。 ABC ニュースはこれより前、上院民主党トップのシューマー院内総務が13日にバイデン氏に対し、大統領選からの撤退が最善の選択だと告げたと報じていた。バイデン氏、健康問題あれば出馬再考、医師の診断で。アメリカ民主党のバイデン大統領は16日、アメリカメディア BET ニュースのインタビューで立候補を再検討する条件を問われ、もし私に何らかの病状が出たらと答えた。医師が、あなたは健康上の問題を抱えていると言ったらとも述べた。オバマ氏、撤退検討必要、バイデン氏称賛激減と指摘。アメリカ紙ワシントンポスト電子版は18日、民主党のオバマ元大統領がここ数日、自身の側近にバイデン大統領は11月の大統領選からの撤退を真剣に検討する必要があるとの考えを示したと報じた。6月27日の大統領選討論会での不振で高齢不安が広がる中、共和党のトランプ前大統領に勝利できる可能性が激減したと指摘した。このように報道されております。アメリカ民主党下院トップのジェフリーズ院内総務がバイデン氏支持を表明していない情勢、さらに上院民主党トップのシューマー院内総務が13日にバイデン氏に対し、大統領選からの撤退が最善の選択だと告げたと報じられていること、ペロシ前下院議長とオバマ元大統領がバイデン大統領が11月の大統領選で勝利できる可能性が激減したと指摘していると報道されている点、こうした民主党内の重鎮4人の姿勢、そしてオバマ氏の撤退検討必要という指摘により、
バイデン大統領撤退の可能性は非常に高まったと言えると思います。この動画は7月19日早朝に撮っておりますので、皆様がこの動画をご覧になっている頃にはバイデン氏撤退のニュースが流れている可能性も考えられると思います。アメリカ大統領選挙はハリス氏とトランプ前大統領の選挙戦になっていく可能性が高まっていると見られます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。